確か兵士たちから聞けた情報は、罪のお面の下には蛇のような目が隠されている。それと渡墨島の人々はそれをオロバシの眷属の特徴だと思っている。うん、あいつの行動を見ると確かに渡墨島の人々を守ってるよな。それに塩化の宮を覆う黒霧を払うため努力しているみたいなことも言ってた。オイラは信頼できる人だと思うぞ。そうだな、どうしてわざわざ目を隠してるんだろうな。その目を見せれば渡墨島の人は信頼してくれるはずなのに。とにかく今は罪と話してみるしかないな。気を緩めずに行こう。どうでしょう、決まりましたか？ああ、塩化の宮の黒霧をオイラたちで解決しようぜ。助かります。ではこちらをお受け取りください。これは牧草の箱。以前解決策を模索していた時に大日神輿で見つけたものです。実は戦闘儀式の方法や必要な道具も大日神輿から見つけました。私が人間の文字を読むことができよかったです。あ、お前が人間の文字を読めるのは当たり前だろ。もしかして古代塩化の宮の文字が読めるってことか？あ、いえ、何でもありません。宴会祝遊修正の文字が読めると言った方が正しいでしょう。それが古代の文字か現代のものかは分かりませんが、気にしないでください。それよりも話を戻しましょう。この牧草の箱は光を採取できます。それにより小さな範囲ではありますが巨海の暗闇を払うことが可能です。また黒霧の加護を得た魔物がいたら牧草の箱を使うことでそれを打ち消すことができます。ちょうど拠点の近くにそういった魔物がいるようです。牧草の箱の力を試してみてください。私は後から追いかけますので。盤石。天道、ここにある。かなりの腕をお持ちのようですね。当然だろ。この間決死珊瑚を取ってきた勇者もオイラたちだからな。まさかあなたたちが。いきなりどうしたんだ？いえ、何でもありません。あなたたちなら塩化の宮の3つの境を沈めることができるでしょう。それと他にもお二人にお伝えしておかなければならないことがあります。書物によると渡墨御霊祭りの本質は邪神の生命力を使うことにより2番目の眷属珊瑚王宙を強制的に目覚めさせることにあるそうです。この眷属は荒れ狂う元素力を人間世界の安定した元素へと転換する分解生物。巨大なサンゴは王宙族が邪神の血によって蘇ったことを象徴しています。そして今サンゴ王宙の大規模な蘇りにより塩化の宮の生態環境は一変しています。言われてみればそうだな。黒霧とか魔物のことを抜きにしても見たことのない植物や鉱物が急に出てきたような気がするぞ。そして現在状況はさらに複雑です。巨海の黒霧に抑圧されたせいで航海と人海の事象が停止してしまっているようなのです。黒霧を払い変化を継続させるためには牧草の箱の力を使う必要があります。牧草の箱を使いどうか問題を解決してください。私はそこの彫像の下であなたからの連絡を待っています。
たくさん入るかも。ボクソの箱の扱いはもう大丈夫そうですね。ではこの度の最終目標を説明しましょう。先ほども申した通り、私たちは塩化の宮の境にある3つの高塔へと行く必要があります。あの塔はアビスに連なる者たちが伝統と形式にのっとり修復をしたもの、巨海の塔です。アビスに連なる者ってまさか。あの者たちは偽りに満ちています。どのようにして塩化の宮3階と3つの境のことを知ったのかは分かりません。ただアビスの技術により彼らはあれをもたらしました。その後巨海の塔を利用してアビスの力はばらまかれました。これはサンゴ王宮と深海ビショップにひどい苦痛をもたらすものです。果たしてこのようなことに何の意味があるのかは分かりません。私たちにとってアビスとは猛毒そのもの。しかし彼らにとっては甘美な珍種なのかもしれません。おそらく人をもてあそび裏切るのが好きな者たちなのでしょう。やっぱりあいつらで間違いなさそうだ。おや、知っているのですか。どうやら私たちにとって共通の敵のようですね。ああ、黒霧を払うには巨海の塔の最上階まで登らなければなりません。その後鋼塊の鋼を起動し鋼塊の力を取り入れる必要があります。人海の地脈、鋼塊の元素本流、そして巨海の暗流、それらすべてが強大な地、それが塩化の宮です。私は書物に記された通りに儀式を行っただけに過ぎません。ただ戦闘の核となるのは目の前にあるこの人の像のようです。これに鋼塊の力が込められた結晶を奉納すればボクソの箱を強化できるはずです。またここで休憩を取ればボクソの箱の力を回復することができるでしょう。それからこちらの手書きの地図をお受け取りください。これには3つの塔の位置が記してあります。探索は段階的に進めた方がいいので、まずはこの塔から調べることをお勧めします。私がお役に立てるのはここまでです。あなた方のご武運を祈ります。アナトス。